ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2022年6月の5日日曜日です。実は昨日は土曜日、坂田高成さんの私は打たれぬ釘、私は打たれぬ釘になるの出版記念講演会を行いましたので、講演会終わった後ですね、パソコンができないところに、行くことになりましたので、昨日動画を撮ることができませんでした。今日帰ってきて、昨日のことをお送りしようと思ったんですが、まだ、カメラからパソコンにまだ映像が映ってないような状態なんですが、その前にですね、人は通信が来ましたので、そのことをお伝えしたいなと思っております。人は通信、はい、これで、来ましたのは2022年、令和4年5月号ナンバー361っていうのが来ました。新型コロナ余計の守り神、ライオンゾーダーというね、ライオンゾーダーというのがなんか面白いですね。色鮮やかな季節がやってきました。毎日テレビに映される灰色の街を見るたびに心が痛みます。皆さんお元気ですか？コロナ禍という言葉を使うようになって2年、一葉は釜の松岡智也さん、大好きな美術館へのお出かけも控え、みんなで楽しめる旅行もなくなり、息が詰まる毎日を送る中で考えました。おお、何考えたんですかね。日本や世界中で新型コロナがいっぱい流行っている。コロナなんかもううんざりだ。僕がひな型コロナよ余計の守り神を作る。それから松岡さんオリジナルの大音像を作り始めました。大音像ってこれですね。大音像、面白いですね。一葉釜で制作しています。コロナ禍だからしょうがないよねと諦めムードの私たちに、松岡さんの前向きなアクションに発奮させられました。今できることをやれることは考えればいっぱいあります。あるはず、そうですね、あるはずですね。工房では来月6月に10年前からみんなで作ってきた一葉ガーデンの一般公開を計画しています。ブルーベリーが実る頃にはたくさんの方々に来ていただき、楽しんでもらっている光景を思い浮かべながら彩りのある毎日を送りたいと思います。一葉工房伊藤千代子さんの通信が届きました。そしてそれに一緒についてきたのは、人は福祉会の寺尾文章さんの文章がですね、一緒についておりました。ちょっとこれを読ませていただきます。人は通信支配のお詫びと報告。この度、人葉の活動を報告する人葉通信の発行が大幅に遅れてしまい、申し訳ありません。実は、人葉もコロナ禍から逃れることができず、クラスター状態に陥り、キララも職員も大変厳しい状態に置かれてしまいました。しかし職員は自分たちが受けたような支援を合言葉に、自分たちの感染にもひるまず、合同一派でキララの人たちの看病感染予防に取り組みました。その奮闘ぶりはまさに慧眼の至りといって良いものでした。身内ではありますが心より敬意を表します。大変だったですね、これは。コロナの感染拡大防止を最優先し、命を守るを最重点課題とし、昼夜を分かたず取り組んでいる姿はまさにあっぱれでした。
無論コロナ禍の現状を理解できず、くてなマスクを着用したり、外出もままならない状況の中で、キララの人たちもストレスもたまったと思います。が、それでも支援する職員と一緒に乗り切ってくれました。おかげで収束への道筋も見えてきました。この間、関係する機関をはじめ、多くの方々の励ましが大きな力になったことを感謝し、厚くお礼申し上げます。ひとは皆さんのご向上を糧に、これからも自分づくり、地域づくり、社会づくりに取り組んでいきたいと思います。これからも今まで同様にご指導ください。ありがとうございました。皆さんのご健勝を念じております。ひとは福祉会寺尾文章というのが書いて、ありました。いやー、このコロナのクラスターにやっぱりなったんですね。もうこれは大変。でもそれをチームの力、みんなの力、みんなの英知、みんなの心、みんなの熱い声援なども含めて頑張って、もう大方乗り切っている状態と書いてありますね。まあ良かったですね。寺文章さん、その仲間、いやー本当大変でしたが、まだまだ心を緩めることはできない状態だと思います。まあ、広島も昨日は500人を切っておりまして、三好あたりもだんだん少なくなってきておりますが、でもまあコロナというのはいつ何があるか分かりませんね。でもここで、高齢者になる秘訣の一つは、そんな窮地に立った時にみんなで手をつなごうと、この言葉かけをできる、そしてかけて、その高齢者がやっぱりその時に磨かれていきますよね。まさにいろんな人と手をつないでいく、これがコロナ禍の乗り越える時の高齢者の一つのなる秘訣ではないでしょうか。皆様さん、明日も手をつなごう、手をつなごうと言って、コロナのこの状態を乗り越えていきたいですね。明日はこの坂田さんの出版記念講演の話をしてみたいなと今思っております。今日はパソコンが、もう昨日から今日にかけてちょっとパソコンが持てできない状態にあったので、ちょっと動画が遅れました。よろしく。